東京湾国で釣れたクロダイ、3番線で釣れた潮吹き貝、みなとみらいで獲れたブルー貝。今日はこいつらを使ってアクアパッツァを作ります。潮吹き貝は砂抜きをし、ムール貝は表面の汚れを取ります。アクアパッツァの作り方は超簡単。まずフライパンに油を敷き、温まったら黒鯛をぶっ込みます。黒鯛の両面に焼き目がついたら白ワインと水を適量入れて煮込みましょう。いい感じに煮込めたら潮吹き貝とムール貝も投入します。魚に十分火が通り、貝類が口を開けたらトマトとパセリを加えて完成です。潮吹き貝はしっかりと砂を抜けばとても美味しく食べられます。他の貝よりも身が大きく食べ応えがありました。そして黒鯛、ワンオクで釣ったから臭いかなって思ったんですけど、全然臭くなくって貝の出汁が効いててめっちゃ美味しかったです。逆にムール貝はいい出汁が取れたっぽいものの、身は小さかったです。あんまりいい味もしませんでした。そして黒鯛を食べた後に残ったこの最後の汁、これにパンを浸して食べるともう言葉はいきません。以上、東京湾奥の食材を使ったアクアパッツァでした。皆さんも作ってみてください。